まして新監督の鬼木徹よりご挨拶を申し上げます。鬼木監督よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今年から監督に就任しました鬼木です。まず自分のことですけど、ちょっと緊張してすみません。長い間、このクラブで、携わってきて、本当にこのタイミングで監督をさせていただくことに本当に光栄に思ってますし、嬉しく思っております。どうぞ皆さんこれから本当によろしくお願いします。昨年ですけど、庄司さんの方からも話がありましたが、天皇杯、J リーグと非常に残念な結果になりました。で我々は大きな課題、宿題というものを残されたまま今回2017年がスタートしました。多少の不安の中スタートしたんですけど、この1週間で、その不安、僕の中では一掃されました。というのも今宮崎でキャンプやっておりますけど、ここの後ろにいる選手含めて既存の選手、非常に過去にないぐらいの本当に精力的に、元気に声も出て、今本当に僕は毎日トレーニングしてても楽しいです。そしてスタッフ、新しいコーチングスタッフもそうですし、トレーナー全ての人が本当に、精力的にやってくれています。そして今日こういう形で、この会をサポートしていただいている、事業部の方もそうですし、浦島さん、庄司さんも含めてみんなで本当にクラブのためにっていう思いをすごくひしひしと感じております。ここ最近でいうとクラブの一体感というのは過去最高なんじゃないかなと僕は思っております。そこに皆さんの力が加わればなお本当に私たちの念願であるタイトルというものに手が届くと思っております。ですのでぜひ今年も力を貸してください。私たちに、そしてフロンターレファミリーとしてタイトルを取れるように皆さん一緒に戦っていきましょう。あと最後になりますけど、僕自身の考えといいますか、サッカーっていうのはまあ90分でシーズンというのはまあ12ヶ月ありますけど、サッカーの部分でいうと最後の10分15分シーズンで言いますと、今年でいうと10月11月12月この部分がすごく大事になってくると思います。でやはり長いシーズン戦うといい時悪い時あると思います。でもそれでも僕らは一戦必勝で戦っていきますけど、やはり難しい時期来ると思います。その時にぜひ力を貸してほしいですし、10月、11月、12月この時期にタイトル争いしていれば必ず取れると思ってます。ですので皆さんもブレずに一緒についてきてください。ぜひ1年間応援よろしくお願いします。